はい、これもリクエストでございまして、スペアリブの蜂蜜ハーブ煮込み、トラベルドゥポー、トラベルっていうんですね。スペアリブのことフランス語で初めて知りました。トラベルドゥポー、ポーというのは豚ですね。オミエルエホマガン、ローズマリー風味でございます。材料です。スペアリーブスタッフが買ってきました、豚のスペアリーブ骨付き466円、そして香草ローズマリーを使います。そしてなんと最後の隠し味にお醤油、もう醤油はソースソジャーって言ってね、もうフランス人もうみんな使ってます。そして蜂蜜はお好みで、そして一緒に炒める、ね、豚といえば生姜、ジンジャー、生姜のみじん切り、そしてニンニク剥いております。そして、玉ねぎと人参の乱切り、今日はこれをね、一緒に煮込むんですけども、これだけをピューレにします。皆さん大好きな。そして白ワイン、そして分量のお水でございます。はい、塩コショウね、塩コショウ、赤い肉ですから黒いコショウちょっと多めにね、塩コショウするのを三國シェフ雑じゃないっていう、ね、お言葉をいただいて、フランス人なんかもっと雑ですよ。雑っていうかもう結局日本人がすごく繊細すぎて、まあ、彼らは塩とコショウが、まあ、適量ちゃんとそのあればいいという感じなんで、まあ、丁寧にやるに越したことはないです。スペアリブは、油をたくさんあるので、皆さん、このスペアリブから油を出しながら焼き上げます、ね、この音がジューッと出るのが、適温です。はい、今そうするとジュワッと彼らの持ってる、油が出てまいりますので、もうここも焼くときは必ず焼き色をつけるっていうのがポイントでございます。はい、はい、見てください、こう見えます、ほらね、見て、油が出てまいりました。これぐらいちょっと一般のね家庭ではビビりますけど、これぐらい煙が出てるの見てください。こう煙が出てもほら全然焼き色がまだ、こういうのは全然ビビらないでください。なんか煙が立つとねこうやばいと思うかもしれませんけど、全然ね、油見てください、この彼らから出てくる油。じゃあひっくり返しますよ、ほら見てください。でこれひっくり返した時反対側は骨ですから、骨はよく焼いてくださいね。骨まで愛してっていう歌がねちょっと古いですけど、骨まで愛して欲しいのよ。でそこにそれですか、香味野菜を入れます。まず玉ねぎ入れます。そして、にんじん入れます。よいしょよいしょ、はいよいしょ、はい、一緒に炒めます。炒めましたら、そこに、生姜ね、焦げないようにね、そしてニンニクの塊、これはもう絶対焦がさないでくださいね。よしよし、そこに、蜂蜜ですね、先に蜂蜜を入れます。蜂蜜をもうちょっと焦がし強火で焦がすような感じが美味しいので、はい、強火ですから
蜂蜜が。よし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 、はい、そうしましたら、白ワインを、で白ワインを入れてちょっと煮詰めてください。ここでこの焼き汁のうまみが、そして白ワインをこう煮詰めることによってうまみが、ね、見てください皆さん、こうね、こう凝縮してますでしょ。これがうまみを強調する強火で、はい、そうしましたら分量のお水、そしてローズマリーで、ここで一回味を見ます。うん、まずうまみを引き出す、あまりここで味を決めないでください。塩を3回ね、まず1回目で、これを1回沸騰さしましたら、中火で、コトコトと40分、このまま蓋をして、仕上げます。ほとんどアクが出てませんので、アクは大丈夫です。では、蓋をして中火でコトコトと40分煮上げます。はい、皆さん、ちょうど30分で、汁がちょうど お肉もかん、お野菜も、はい、ちょっと汁が気持ちいい。これでもうジュースなんで、ちょっとほんの少しお水を入れてください。そしてちょっと、そして強火にして、ちょうど30分でいい感じで、汁がこうやって煮詰まったらお水を足して、これぐらいですね、汁がね、ちょっとあった方がいい。でそこで最後仕上げに、分量のお醤油を入れます。お醤油入れたらすぐ火を止めてください。はい、これで、そしてなんとですね、これから皆さんよろしいですか、皆さん、このお野菜をこうやって取っていただいて、これを、ピューレにします。はい、お肉、はい、お野菜もよく煮えております。よいしょ、はい、香草は取っておいてください。はい、ちょっと保温していただいて、フードプロセッサーの中に入れて、汁もしっかり入れていただいて、ですか、これを、はい、皆さん見てください、完璧なピューレに、よいしょ、濃度もバッチリですね。これが付け合わせになります。はい、こんな見事なピューレになりました。これで2人前ですからね。はい、下に引いていただいて、そして、スペアリブを、はい、そしてローズマリーを
そして皆さんいつも言うこの汁ね、あの汁って言うんですけど、この汁がよいしょ、この汁をもうね、この濃度ね、この感じですよ。はい、これで、スペアリブの蜂蜜ハーブに出来上がりです。それではいただきます。お肉を見てください。ちょっとこう乗っけて、柔らかいです。で、この下のピューレがの甘み、あの人参と玉ねぎの甘さがたまらないです。ほんと柔らかく、ちょっとクオリティが高すぎるというか上品に仕上がり、まあ蜂蜜も入っててね、この甘さ香り蜂蜜の奥行き、もう普通レストランに出てきても全然遜色ございません。今日合わせたワインはフランスアルザスの白バランタンチュスランゲルツトラミネールボーレンベルグドイツが入ってますが長いですね。アルザスの城大好きです。あ、蜂蜜の香りがします。フランスの蜂蜜の、あの何でしょう、あの蜂蜜ね、非常にこのしっかりした、スペアリブと、やっぱりあの骨付きですから、やっぱり最後はあ、見てください、やっぱりもう一口いきたいところですけど、ダイエット中で我慢します。素晴らしい料理に出来上がっています。グーです。どうぞ、これから、夏にぴったしだと思います。蜂蜜入りでございます。作ってみてください。